そこにいるのはサリー？副官、失礼、所長補佐官。研究所で見るなんて珍しいね。何かあったのかい？何もない。何もないけど呼ばれてきたんだ。だが見たところ体の 50% が再生直後だ。大方稼働検査で呼ばれたんだろう。検査、そうか、検査は嫌だな。頻度を減らすように言っておこう。研究所の管理体制は画一的すぎる。だが俺は本当に心配だよ。ここ最近の君の活躍は聞いてる。隔離用の大群を追い払ったんだろう。ただ葬った。殲滅対象についてはわからない。人間社会で言えば勲章者だぜ。君は他の獣が稼働不能になる中、体の 50% を失っても戦い続けた。もっと遡ると、古代兵器を操る一族も月の連中のちょっかいも交代させた。さすが啓示を司る天使。戦闘能力は四大天使と同等以上だろう。ただ葬った。比較対象についてはわからない。敵にも味方にも興味がないのか。じゃあ戦場で何を考えてるんだい？戦場では何も。では今は何を？今は見たいものについて考えている。検査が終わった後に見たいもの。見たいもの？芸術鑑賞の趣味があったのか。ふん。OK。検査は今度でいい。担当の者には俺が伝えておこう。本当？ああ、二人で口裏を合わせよう。あと実は、俺も今日はオフでね。その鑑賞に付き合ってもいいかい？構わない。目的地は居住区の公園だ。はあ。はあ。アリノス？アリノス。お、行列だ。巣穴に食料を運んできた。うん。せっせこせっせこけなげだね。君の持ってきたパンを与えてみては？そうする。おっと、まんま置いても重量オーバーだろう。ちぎってパンくずにするのはどうだい？なるほど。さて、何時間が経った？オフは毎回この趣味に勤しんでるのか？趣味？
趣味かどうかはわからない。ん？興味の自覚は自我形成の基礎だが、少々リミッターが効きすぎたか。リミッター？第三世代以降の天使には知性に制限がかかってるんだ。ルシフェルの性能にビビった最高評議会の意向で決まったんだが、ファーさんが適当だから個体によって程度の差が出ちゃったんだ。あ、これ一応機密情報だぜ。そう、道理で僕は会話が拙いわけだ。必要なかったのに、半端な知性も未熟な自我も。随分と自虐的だな。僕はアリになりたい。何も考えず戦える兵隊アリに。戦場で考えるのが嫌なんだ。まさか君は誰かを傷つけることが苦痛なのか？驚いた。でも納得できる気がするよ。敵にも味方にも無関心を貫き、役割に反発心を持たないようにする。役割と性格の乖離、ファーさんは興味あるかな。ファーさん？なあサリー、堕天使に転属する気はないか？実は君の力が必要でね。任務は君の性格を考慮する。君は兵隊アリじゃない。意に沿わぬ殺戮をする必要はないんだ。殺戮の必要がない？ほとんど無傷かよ。だがここまで抑えりゃ、あとはサンダルたちに任せんのも悪かね。悪かねえんだが、できるわけがねえ。俺が怠慢勝負を降りると思ったか。怠慢？うわあ！見たか、ウリエルドライバー！ここまでか。だがサリエルとダブル KO で。嘘だろ。一層笑えてきたぜ。だがてめえの羽はちぎっといた。今は浮上することもできねえはずだぜ。さっさと殺せ。そんで永遠にここで暮らせ。永遠殺せ。永遠に殺せ。
させないであります。うむむ、霧もみ落下山は失敗であります。団長殿はすごい。バカ、なんで来た。人間がサリエルに太刀打ちできるかよ。我が槍、かわせるものならかわしてみせるがいい。力と力ではウリエル殿のおっしゃる通りだが、技を織りなせば対抗できるはずです。後期、前面と背面に隙ができたでありますよ。お二人とも今です。アイトフリューゲル、ロード・オブ・ブリッツ。みんな、まだ終わっていないぞ。お待ちを。あの黒い影は一体。逃走か。だが、奴に正常な意識があるとは思えん。では、第三者の思惑でありますか。何か起きて、戦力が必要になったと。嫌な予感だぜ。お前たち、戻って状況を確認するぞ。